小杉サッカーに燃えるの巻。それ、おー、ケンタやるね。うん、今の青の子が上手なのよ。いや、そうなんだ。よし、一休みするか。みんな、お腹空いてないかい？今、母さんが持ってきてくれたんだけど、よかったら食べてよ。うまそうだな。サンキュー。おむすび、そういえばお腹空いてきたね。おすぎ、食べ物のこととなるといつでもどこでも現れるね。なあ、そのおむすび俺にもくれよ。お前な、いきなり来てちょっとずずしいぞ。頼むよ、俺腹ペコで死にそうなんだよ。母ちゃんが出かけちまっててよ。え、お昼食べてないのかい？いや、炊飯器に入ってたご飯が少なくてさ、おかわり3杯しかしてないんだよ。十分だろ。全然足りないよ。いつもはもっとしてるからさ。はい、どうぞ。いいのかい？やったぜ。小杉くん、それ食べたら一緒にサッカーしようよ。おう、別に暇だしいいよ。あ、うめえ。な、もっと食っていいかい？うん、いいよ。私にも一つ。私のおむすびが。よし、そろそろ始めるぞ。小杉、お前はキーパーやれ。キーパー？小杉くんは体が大きいから頼りになりそうだね。やるな、小杉。え、小杉、やっぱりお前キーパーに向いてるよ。ほんとだね、私はびっくりしたよ。そうかな。今度隣町のチームと試合をするんだけど、小杉くんも出てくれるかい？え、俺が？杉山が風邪をひいちゃって試合に出られそうもないからさ、メンバー足りないんだよ。でもね、サッカーしてても腹減るだけだしな。ちょっとあんた、そんなこと言ってる場合じゃないよ。あ？あんたは必要とされてるんだよ。この夏、ただの大食いからサッカーの得意な大食いに生まれ変わるチャンスなんだよ。小杉くんに力を貸してほしいんだ。わかった。おむすびを食わせてもらった礼だ。任せとけ。決まりだな。早速明日からバリバリ練習していくぞ。私たちも応援に行くわ。ねえ、さくらさん。え、応援。ありがとう。心強いよ。はーい。私たち大野くんチームのマネージャーとして頑張っちゃいます。あんたに務まるの？サッカーチームのマネージャーなんて。私だって別にやりたくないけどさ、珍しく小杉がやる気になってるし、ちょっとぐらい応援してあげてもいいかなって。あの小杉くんがね、ちょっと意外よね。パス。ナイスセーブ。おう。あー、腹減った。おい、またかよ。大野くん、レモンの蜂蜜漬け作ってきたの。食べて食べて。え、うん、うまそうじゃ。俺にもくれよ。ちょっと。なんだよ、いいじゃないかよ。どうぞ。いただきます。はぁ、もうダメ。いてぇ。はい、麦茶どうぞ。ありがとう。ケンタはサッカー部の練習もあるのに大変だね。そんなことないよ。俺、サッカー大好きだからさ。
行っただけ。ケンタ大丈夫かい？なんともないよ。膝すりむいてるじゃん。これでよし。どうもありがとう。さくら、用意がいいな。一応マネージャーだからね。ケンタ、ごめんな。大丈夫か？気にしないでくれよ。でも、俺の図体がでかいせいで。敵にしたら手強いけど、味方だから頼もしいよ。そうかい？試合の時もその調子でゴールを守ってよね。うん。母さんに頼んでまたおむすび作ってもらうからさ。わかった、俺頑張るよ。やれー、よっしゃー、いただきさあどんどん来い。かくしてますます気合を入れる小杉であった。そして迎えた試合当日。船船大野くん、それ船船大野、船船大野って大野くんだけ応援してどうするのさ。ダメダメだよ、チームを応援しないと。それもそうね。船ゲット！それ！よっしゃ！こすぎ！やあ！まずい！こすぎくん！取ったぜ！そして0対0のまま試合は終盤に差し掛かり、コーナーキック。ケンタ落ち着いていけ。おすぎ、キーパーなのに自分のゴールをおっぽらかして何やってんだ。おすぎくん、ケンタ俺にボールを。得意な大食いとなった小杉、勝利のおむすびの味は格別なのであった。夏バテにそうめんをの巻。おいしい
暑いとおちおち昼寝もしてられないね。冷たい、気持ちいい。夏休みだからってダラダラばっかりして。夏休みだからダラダラしてるんだよ。へりくつ言うんじゃないの。しょうがないじゃん、私はちょっと夏バテ気味なんだよ。はあ、バテバテ。もう片付かないから早くお昼食べちゃって。はい。あ、そうめんか。俺も食うぞ。お父さんもお昼まだだったの。ああ、夏バテ気味であんまり食欲なくてな。おいしいね。ああ、うめえな。そうめんは夏バテっぽくてもいくらでも食べられるね。おう、つるつるっといけるぞ。どんどん食べてね。お中元でそうめんたくさんもらったから。確かにおいしいけど、さすがに毎日っていうのはちょっとね。そうだな、毎日ってのはなんだな。そうめんだけじゃ夏バテはどうにもなりそうにないしね。スタミナがつくって感じでもないしな。まあね。あ、じゃあさ、スタミナがつくもの食べに行こうや。スタミナがつくものっていうと、夏といえばやっぱりうなぎ。決まりだね。後で一緒に食べに行こう。そうだな。なんだかうまいこと乗せられちまったが、まあいっか。うん、おいしい。やっぱり母さんの作る乳麺は日本一だよ。まあ、つよしったら。でも僕も夏らしくそうめんを食べてみたいな。冷たいものは胃腸に良くないから。そうだね、この乳麺のおかげで胃腸は絶好調。この間のキャンプでもバーベキューたくさん食べたしね。キャンプ楽しかったなね、父さん。父さん。え、ああ、そうだな、楽しかったな。火を起こすのは大変だったけど、バーベキュー美味しく焼けてたよね。お父さん頑張ってくれたから。そういう母さんだって準備大変だっただろう。いえ、そんな。また行きたいね、キャンプ。ああ、また行こう。あなた、もういいんですか？え？いや、まだだ。まだまだ食べるぞ。よし、僕も食べるぞ。いいお待ち、うなぎのかば焼き。あ、来た来た。待ってました。うわー、おいしそう。さあ、くっそ。いただきまーす。おいしい。あれ、山根のお父さん。ん？え？そうですか、気分転換に。夏はやっぱりビール飲んでスカッとするのが一番ですからね。ええ、そうですね。ん？ビールで気分転換できるなんて大人はいいね。さあ飲みましょう。ああ、いえ、私はもう。あれ、もう飲まないんですか？ええ、実は情けないことに夏バテ気味なので冷たいものはあんまり。おや、そうなんですか。親父、熱燗できるか？あいよ、熱燗一丁。すみません、気を使ってもらって。いえいえ、このうなぎもどうぞ、精がつきますよ。え？いや、私は。ああ、すっかり気分良くなっちゃって。熱燗お待たせ。それとこれ、特別サービスね。あ、こりゃ気もすいじゃねえか。親父、いいのか？ええ、夏バテと聞いちゃほっとけませんや。ありがとうございます。粋だね、清水っ子だね。ちぎんにいや、
普段厳しく言っている手前、まさか自分が夏バテ気味なんて絶対に言えませんよ。なるほど、そんなもんですか。そんなもんです。本当は私もそうめんじゃなくて息子が食べてる乳麺が良かったんですけどね。へえ、山根くんは乳麺を食べてるんだ。ああ、冷たいそうめんだと胃腸が冷えてしまうからね。そっか、でも2種類作らなくちゃならないなんておばさんも大変だね。そうだね。いやいや、まる子、父親も何かと大変なんだぞ。ねえ。ねえ、まあ。さあ、飲みましょう、飲みましょう。おっとっとっと。翌日。はあ、あ、山根。やあ、さくら。どうしたの？元気ないけど。ああ、そうめんを買いに来たんだけど、売り切れてたんだ。そうなの？そうめんならうちにたくさんあるから分けてあげようか。え？本当かい？ありがとう。ああ、いいよいいよ。乳麺作ってもらうんでしょ。え？どうしてそれを？え？そうだったのか。でも父さんが夏バテ気味だなんて気づかなかったよ。私が言ったっていうのは内緒ね。ああ、分かってる。昨日うなぎを食べて元気になったみたいだけどね。僕のせいかもしれない。え？この夏はキャンプとか海とかいろんなところに連れてってもらったから、きっと疲れが溜まっちゃったんだと思う。でもまさか父さんまで。までって？まあ、母さんも今朝から具合が悪くなっちゃって、だからいつも作ってもらってる乳麺を作ってあげようと思って。そうなんだ、親孝行だね。ところでその乳麺ってどんなの？はあ、そうめんがこんなに？お中元でたくさんもらったからね、お母さん。いただき物で悪いんだけど。いいえ、そんなことありません。それじゃあ早速作ろうか。山根のおばさんの特製乳麺。鶏のささみと、あとは梅干しね。はい。山根くん、入れてくれる？え？はい。それじゃあそうめんを入れるわよ。最後に大葉をのせて。できた！山根くんのお母さんが作るのと同じってわけにはいかないけど。味見味見、いただきます。あったかくておいしい。うん、この梅干しが食欲をそそるわね。おいしい、母さんが作る乳麺みたいだ。本当？よかった。それじゃあ早速出前に行こう。今、小鍋に入れるから温め直してね。はい、ありがとうございます。できたよ。まあ、美味しそうね。さくらさん、ありがとう。いえ、作り方は山根くんに教えてもらいましたから。作ってくれたのはさくらのおばさんだけどね。まあ、そう。さあ、冷めないうちに食べてよ。そうね、いただきます。本当かい？本当よ。体が温まって元気が出そうだわ。よかった。ただいま。おや、君が。あ、お邪魔してます。妻のために？いや、夫婦揃ってお世話になってしまって。本当ですね。さくら、どうもありがとう。うん。ありがとう。お礼というのもなんだけど、よかったらこれ。うなぎ？昨日ごちそうになって元気になったので、強しと家内にも食べさせてあげようと思って。あなた、父さん、母さんが夏バテ気味だったって気づいていたんだね。まあな。ぜひ皆さんで食べてください。ありがとうございます。お、うなぎじゃねえか。そう、お礼に皆さんで食べてください。
って。そうか、じゃあ早速いただくとしようぜ。それじゃあみんなで分けよう。私はいいわよ。ダメだよ、お母さんがニューメンを作ってくれたんだから。でも6等分、ちゃんと平等に分けてよね。はいはい。いただきます。ん、あれ、お姉ちゃんの方か。ん、何よ。なんでもない。家族みんなで楽しくご飯、夏バテをしないためにも大切なことだと思うマルコであった。おい、あたしのお宝やーい、一体どこにあるの。おい、トミコちゃん、どこに行っちゃったの。ああ、どうすれば両方見つけられるんだろう。おまわりさんに聞いてみようかな。次回のちびまる子ちゃんは、まる子の宝箱、ブー太郎のお留守番騒動の2本だよ。お楽しみにね。